皆さんこんにちは。今回は、大島テルというサイトに掲載されていた、とある物件について取り上げます。事故物件の情報が掲載されているサイトなのですが、書かれていることが明らかに異常なのです。以前に視聴者さんから、大島テルに掲載されている奇妙な物件について調べてほしいというリクエストをいただきました。とある戸建ての家なのですが、今はすでに存在しないものの、跡地には新たに住宅が建っているので住所は伏せます。実際に掲載されていた情報がこちらです。一軒家、新築し数年後には一家離散。その後に貸し家となるらしいのですが、借りた人が次々と自殺や行方不明になっているという物件です。この情報が今から9年ほど前に投稿されており、書かれている内容は明らかに異常です。さらに、他の投稿を見ると古い家というわけではないのになぜ空き家なのか、という話や、長いこと近所に住んでいるが、このような話は聞いたことがない、という情報も投稿されております。さらに奇妙なのがこちらの投稿で、最近土地を二分割し新築一戸建てを建てて販売したようだが、古井戸を埋めたことなどきちんと説明されてるのかな、という投稿がありました。この曰く付きの物件、元は古井戸があったらしく、これを埋め立ててしまったという話もあるようなのです。そして最後の借り主からの投稿もあり住居兼事務所として使っており、従業員が自殺したと書かれています。このように、単に事故物件というわけではなく、近所の人や実際に住んでいた人から奇妙な証言が投稿されているのです。で、この住宅なのですが Google マップのストリートビューにも映っている一軒家で、普通の住宅街に建っている家で、両隣にも普通に家が建っており、特に怖い雰囲気は全くないのです。しかし、なぜかこの家だけに怖い噂があるようで、埋め立てた井戸に何か原因があるのでしょうか。大島テルには、様々な事故物件の情報が記載されておりますが、ここまで異様な物件は珍しいです。で、ストリートビューで少し前の写真も見ることができ、最古の写真は2011年です。この時点で車やバイクが庭に止まっており庭も手入れされているので誰かが住んでいた形跡はあります。しかし、2015年には庭の草木が伸びっぱなしになっており、この時点で誰も住んでいないことがわかります。そして、2020年には家が取り壊され、その跡地に2軒の家が建っています。時系列順に並べるとこんな感じで、大島テルにあった情報の辻褄は合ってるんですよね。そもそも土地を二分割し一戸建てを販売、という情報が投稿されておりますが、これは事実であり、近所の人でないと知り得ない情報です。この情報の真偽は不明ですが、少なくともここ周辺に住んでいる者の投稿でしょう。適当なことを書いているのかと思いきや書かれていることが妙に一致しているので少し気味が悪くなってきましたね。というわけで、この物件について詳しく調べていきます。さて、この物件についてまずは登記簿を調べてみます。すでに存在しない建物ですが、閉鎖登記簿も請求できます。今回、この物件を調べるにあたって私の推測も混ざっておりますので、どこが事実なのか示しながら説明しますが、すべての情報を鵜呑みにしないようにご注意ください。まず、登記簿に記載されている事実についてですが、平成7年11月に新築された建物です。所有権は共有となっており、H という名字の人物2人が半分ずつ所有しております。これは推測ですが、おそらくこの共有者については夫婦である可能性が高いです。で、ローンを組んで建てられた戸建てですが平成28年8月に弁済されております。さらに平成28年に名義人住所変更が行われており、共有者2人の住所が変更されており、それぞれ別の住所に変更されており、1人の名字は別の名字に変更されています。平成12年に1人の住所が変更され、その翌年にはもう1人の名字が変更、
その後に変更した人物の住所も平成15年に変わっています。このことから、平成12年頃に夫婦が不仲になり、一人が別居、その翌年に離婚したのではないかと推測します。なんでこんなことまで説明しているのかというと、大島テルに投稿されていた、いっかりさん、の件についての検証です。登記簿の情報を見るに、平成15年には H 夫婦は全員別の住所になっております。つまりこの家は誰も住んでいないです。しかし、2011年時点で誰かが住んでおります。この家の所有権は動いていないですから、貸し出していると見ていいでしょう。このことから、いっかりさん後に貸し屋となる、という情報は合っている可能性が高いです。つまり、この情報の投稿者は昔からこの家の内情を知っている人物による投稿ではないかと思われます。古い家なのにずっと空き家、で、近所の人による奇妙な噂まで追加されていますから、やはり何かあったのでしょうか。ちょっと怖くなってきましたが、この住所について調べてみると、とある法人に貸し出されていることがわかります。まず、有限会社 F という会社がこの住所を登録しており、電話番号を調べると、電話帳の2007年版と2012年版に、会社名と住所が掲載されておりますので、少なくともこの期間は、この法人が借りていたのではないかと思われます。また、別の会社もこの住所を使用していた形跡があり、株式会社 F システムズという企業がこの住所を使用しています。F というのは名字っぽいですが、この二つの企業が同一人物によって経営されていたのかは不明です。いずれにしても、この住宅は一家が出て行ってから法人に貸し出されていた可能性はあります。大島テルで古い家ではないのになぜか空き家という情報がありましたが、法人の住所として貸し出しており、住居として貸し出しておらず、誰もいない期間もあったのではないかと推測します。この情報から、貸し屋になって以降のこの情報に関しては怪しいと言わざるを得ないです。しかし、ここまでの内情を知っているであろう人物が投稿した可能性は高く、一体なぜこのようなデマを投稿したのでしょうか。ここからはほぼ私の推測になりますが、何者かが嫌がらせで投稿したのではないかと思います。2015年には全く人が出入りした形跡はないので、おそらく2015年頃は完全な空き家になったと思われます。この土地や建物は夫婦が半分ずつ共有していましたから、これをそれぞれに分割し、新たに家を建てて売ることを検討したのが空き家になった2015年頃ではないかと思います。その1年前にあった投稿がこれです。さらに、この2つの奇妙な噂は2017年に投稿されたものです。新たな家の登記簿も取得しましたが2017年に新築されています。つまり、新築されたタイミングでの投稿で所有権を見るに売れたのは新築された数ヶ月後です。ですので、新たに土地を活用しようとするタイミングでこれらの投稿があったわけです。このことから、何者かが土地や新築物件の評価を落とすことを目的で投稿したのではないかと思います。家を購入するというのも大きな買い物ですし、できるだけ縁起の悪い物件は購入したくないでしょう。そこで一般人が調べる手段として、大島テルがあり、そこで何か嫌な情報があればやめておくという人は多いと思います。この投稿者が一体誰なのかは不明ですが、ここまでの内情を知っている人物というのはそう多くはないと思います。以上が私の調べた情報と憶測になります。別の意味で怖い物件なのかもしれません。少なくとも、普通の一戸建てにこのような怖い噂をいたずらで書くとは思えず、何か理由があると思うんですよね。いかがでしたでしょうか。少し長くなってしまいましたが、この物件に関しては謎が多いですね。ただ、投稿された噂については個人的には怪しいと思っています。ではなぜこのような噂を書いたのかという理由を考えると、別の意味で怖くなってくるんですよね。